650S は、イギリスの自動車メーカー、マクラーレンオートモーティブが製造、販売していた自動車である。650S は2014年ジュネーブショーにて、正式にお披露目された。P1 の、買いモデルに位置し、シャーシを共有する、同じ、スーパーシリーズである MP4 から 12C の、上位モデル。しかし先に MP4 から 12C が、 生産終了を発表したため実質的な後継者となる。MP4 から 12C から 650S へのアップグレードに際し25%は新しいパーツとなっている。二輪駆動で社名の 650S は650馬力を表し、S はスポーツを意味する。その 650S は MP4 から十二 c にも搭載されている九十三点零ミリメートル六十九点九ミリメートルのオーバースクエアストロークである m 八百三十八 t 型 v 八ツインターボエンジンを五十 p s 引き上げたものである。最大トルクも六百ナノメートルから六百七十八ナノメートルに増大された。ギアボックスは以前よりもより滑らかなシフトチェンジが可能なように改良されノーマル、 スポーツ、トラックと3つのモードにレスポンスを変更できる、ドライブモードセレクターも装備。ハンドリングもサスペンションセッティングの見直しによって、よりシャープに、その一方で、MP4 から 12C のスムーズな乗り心地は維持されている。カーボンセラミックブレーキは、標準装備。スタイリングは、フロントのそれは、P1 を踏襲、リアのそれは、MP4 から 12C を踏襲。 機構としては、MP4 から 12C にも搭載されている、エアブレーキも搭載。P1 に搭載されている E パスは搭載されていない。MP4 から 12C と、同様クーペと、スパイダーが用意される。全長も伸ばされた結果、フロントオーバーハングも長くなり、フロントの車高を 40mm 上げる機能が、装備される。0時速 100km 加速3.0秒。 0から400メートル加速10.5秒、最高速時速333キロメートルと発表される。日本では2014年4月1日に発売された。クーペモデルと電動リトラクタブルルーフを備えたスパイダーモデルは日本では同時の販売開始となった。価格はクーペは税込み3160万円、スパイダーが 税込み3400万円動車に搭載されている3.8リッター V8 ツインターボエンジン M838T が昨年に続き3.0から4.0リッターカテゴリーでインターナショナルエンジンオブザイヤーを受賞した。アジアのマーケットとして開発された。エンジンは 650S と同じ3.8リッターの V8 ツインターボエンジンを搭載。 650S が最高出力 650HP なのに対し、625C は最高出力は 625HP に抑え、マクラーレン曰く、その仕上がりは、マクラーレン車の中でナンバーワンの洗練された乗り心地とのこと。0時速 100km は3.1秒、最高速度は 650S と同じ時速 333km。 このマクラーレン 650S クーペ及びスパイダーは、まずは、香港でリリースされ、その後数ヶ月以内に、他のアジア太平洋地域でも発表される。名前については、650S の S がスポーツに由来しているのに対し、マクラーレン 625C の C は、クラブを表している。A マクラーレンオートモーティブは7月4日、同社のビスポーク部門。 マクラーレンスペシャルオペレーションズが手掛けた全世界50台の限定生産モデル MSO650S を発表した。世界限定50台の生産。MSO チームとマクラーレンオートモーティブのデザインディレクター、フランク・ステファンソンがビジュアル面を担当し、ベースモデルとは異なるサテンフィニッシュのカーボンファイバー製のオリジナルパーツを数多く採用しているのが特徴。価格は MSO650S クーペが252,500ポンド、MSO650S スパイダーが272,500ポンド。国際 GT3 規格に適合する GT レース用車両。ロードカーの MP4 から 12C が生産終了となるに伴い、マクラーレンの GT レース部門も GT3 マシンのベース車両を 650S に交代した。新たに開発された。 この 650SGT3 では MP4 から 12CGT3 からさらに多くの点が改良されている。マクラレン 650S クーペをベースとするサーキット専用モデル。MP4 から 12C のサーキット用モデル 12CGT スプリントの後継ブレーキ、ステアシステムやアクティブエアロダイナミクスに改良が加えられ、プロアクティブシャシーコントロールもサーキット仕様に チューニングされている。価格は19万8000ポンド。650S をベースに、マクラーレン界一のデザインを手掛けた、ピーター・スティーブンスの協力を得て、同社のビスポーク部門である、マクラーレンスペシャルオペレーションズがデザインした。ルーフには、特徴的なシュノーケルタイプのエアインテークを装着している。フロントスプリッターやリアバンパーなど、カーボンファイバーを多様装着し、 カラーリングは、K1GT-R をインスパイアしたメタリックのサルトグレーを採用している。英国販売価格は244,500万ポンド。全世界50台限定。カンナムシリーズ開催から50周年を称え、マクラーレンスペシャルオペレーションズが、リミテッドエディションマクラーレン 650S キャンアムを発表。1960年代のカンナムシリーズで活躍した。 マクラーレンレーシングカーのデザインにインスパイアを受けたモデル 650S スパイダーをベースとし全世界で50台の限定生産。車両本体価格は255,850ポンド。マクラーレンの特別車両製作部門であるマクラーレンスペシャルオペレーションズは11月10日に開幕した2015ドバイ国際モーターショーにおいて 中東市場のみで販売する特別使用車マクラレン 650S ミアルサハラ 79MSO エディションを発表した。ベースは 650S スパイダー 24K の本物の金の粒子を用いた2トーンのボディカラー、カーボン製のサイドインテークとフロントスプリッター、リアディフューザーなどで仕立てられたエクステリア、ゴールド仕上げのノブやトリムなどが配されたインテリアを特徴とした仕様である。 アラブ首長国連邦での販売価格は 1456,308UAE ディルハム。ありがとうございます。